世界演劇の日は毎年3月27日に関連したイベントが行われるユネスコの外郭団体である国際演劇協会によって制定された記念日である。1961年6月、ウィーンで行われた第9回いて世界会議にて国際演劇協会フィンランド支部代表者であったアルビキビマーの提案で世界演劇の日の制定が決まった。 翌1962年にパリで開幕したシアター・オブ・ネーションズの初日であった3月27日に第一回行事が行われた。以降、毎年3月27日に関連行事が行われている。行事の中心は世界の演劇人に向けたメッセージの発表で意気の招聘を受け、著名な演劇人が演劇や平和の文化をテーマとする文章を発表する。 最初の年であった1962年には、フランスの詩人、ジャン・コクトーがメッセージを書いており、以降は、劇作家のアーサー・ミラー、俳優のジャン・ルイ・バローとローレンス・オリビエ、ベルリナー・アンサンブルの創立者であるヘリーネ・バイゲル、演出家のピーター・ブルック、映画監督のルキノ・ビス・コンティ、劇作家のウジェー・ヌイ・ヨネスコ、俳優のジュギ・デンチなどがメッセージを発表している。世界演劇の引き丸。 芸能第4巻第5号芸能発行書1962年5月の訳語による国際演劇協会日本センターはワールドシアターデート金書きにしているチャンバーズ・コリン コンティニウム・コンパニオン 220th Century t h ー、a t e r コンティニウム・インターナショナル・パブリッシング・グループ P849 ISBN 9長7818億4714万12ワールド・シアターで国際演劇協会日本センター2016年4月10日閲覧ありがとうございます